なんとおっしゃいます。それは、まあ、立憲民主党さんに聞いていただければと思いますね。コメントすることはできません。フリーの記者の横田ですけども、トリガー条項与党協議頓挫失敗の責任はどう取られるんでしょうか。その過程で、前原新党ができて、議席議員数が減ったという政治責任は、例えば代表を辞めるとか、どういう形で取られるんでしょうか。まあ、これはもう何度も記者会見でお答え申し上げておりますけれども、昨日党大会でもですね、そういった声は出ませんでしたので、我々としては引き続き党勢拡大、そして我々の方針をこれからも貫いてまいりたいと思います。お起用する側の自民党をアシストしてきたという反省は全くないんですか、代表自身が。自民党をアシストした気は全くありませんし、我々は、ガソリンを下げてほしいという国民の思いを受けてですね、そのために粘り強くこの間も協議を続けてきたと。ただその協議の相手方であるですね、政調会長が政治と金の問題でいなくなったり、後任もなかなか決まらなくて、この2ヶ月ですね、ほとんど協議ができず時間を空費した、その責任は自民党側にあると思ってます。 であれば野党共闘を連携して政権交代を目指すと、それでトリガー条項を実現すると、まあ、こういう考えに変わったと理解してよろしいんでしょうか。ただ5月の1日から何もないんですね。補助金によるガソリン値下げは4月末ですから、政権交代まで待ってたらですね、ガソリン下がらないですよね。だからその我々としては、この与党の3党でやってきた協議のルートを通じた、ガソリン減税ガソリン値下げということは一旦ですね、ここでも協議から離脱しましたけれども、ただやはり中小企業の賃上げや、あるいは能登半島の被災者被災地対策ということを考えると、5月以降もですね、やはりガソリンの値下げは必要だと考えていますので、このままいくと何もないと、これを絶対避けなければいけませんので、まあ、同じような政策を掲げている他の党とも協力をしながらですね、5月からのガソリン値下げの継続についてもですね、実現できるよう粘り強く政府にも働きかけていきたいと思います。6月解散がささやかれているので、政権交代でトリガー条項を含むミッション型内閣に一歩踏み出せば大きく前進するんじゃないんですか。可能性高まるんじゃないんですか。なぜその選択肢を選ぼうとはっきり明言しないんですか。5月からのガソリン値下げに間に合いませんよね、6月でも。どうですかそれは。6月解散で、いや今のままでも与党協議頓挫したわけですから、実現する方法ないじゃないですか。だったら野党共闘して次期総選挙でそれを実現するという結論に方針転換してもおかしくないと思うんですが、なんでそこをはっきり言わないんですか。いや、政策が一致する政党とは政策ごとにしっかりと協力をしていきたいと思います。いや、政権交代目指すミッション型内閣とかですね、泉房穂さんも休眠内閣ということで、大同団結して候補者統制して1回で政権交代を果たすというビジョン構想を発表されていますが、それとは距離を置くんですか。一緒にやろうという決意表明はなさらないんですか。政権交代をするにはですね、今の政治状況選挙制度を考えると、野党第1党と野党第2党が100以上の選挙区で候補者が重複していることの整理なくしてはできないですね。で、我が党は小さな政党なので、立憲さんとも維新さんとも、まあ、ダブってるところありますけれども、100以上もダブってませんから、まずはそれはどうするのかっていうのは、野党第一党が自分たちの支持者だけの支援を得ることにこだわるのではなくてですね、幅広い政策、あるいは幅広い政策を応援している支援者のことも踏まえたですね、幅広い政策を容認する政党に変わっていかないと、コアの支援者だけを満足させる政党のうちは政権は難しいし、うちはともかく維新さんとも選挙区調整ができないんじゃないですか。だからそこはやはり野党第一党のこれからの考え方や行動振る舞いということがですね、そういった今おっしゃったようなことを実現するためには不可欠だと思いますが、そういった動きが見えてこないというのが現状だと認識しています。手始めで東京15区補選で候補者調整予備選をするとかですね、そういう一本化の努力をするお考えはあるんでしょうか。先に手を挙げたから国民民主の候補を野党統一候補にしてくれみたいな都合がいいことだけ言って、それで受け入れられると考えてるんでしょうか。まあ、都合といいというか、先ほどいらっしゃらなかったんで冒頭申し上げたんですが、もともと岡田幹事長から、島根1区を応援してほしいということで、まあ、先に立てたというか立憲さん立ててますからね、我が党の新馬幹事長に要請がありました。で、じゃあ我々としてはそちらは立てないので、東京の15区だけに我が党としては専念するので、じゃあ我が党の15区については応援をいただけませんかというようなですね、選挙区の調整についての、まあ、我々としての考え方をお伝えしているので、
それをまあ踏まえて立憲さんとしてどう考えられるのか、まだ答えはいただいてませんので、まあ、そこがうまくいけばうまくいくんじゃないですか。いかがですか。調整に出た酒井さんとかですね、須藤元気さんの名前が立民の中で出てるという報道もありますけど、 その辺はあの今後予備選等で勝てる候補を絞り込むというお考えはないんでしょうか。今回の立憲民主党さんがそういう候補者を立てるということは聞いておりませんので、コメントすることはできません。予備選をするお考えは全くないんですか。なんとおっしゃいました。予備選だから候補者を絞り込む、どちらが勝てる候補かを、決めるプロセスを踏んでいくというお考えはないんですか。それはまあ立憲民主党さんに聞いていただければと思いますね。じゃあ国民民主党とか側としてはどう考えているかというのを聞いているんですが、予備選ってどうやってやるんですかね。いろいろやり方はあると思いますが、党幹部で決めるよりもよほどオープンなんじゃないですか。国会討論会やるとか、まあ、アメリカでは予備選やってるわけですから、日本型の予備選を模索するという手もあると思うんですが、その辺は考えてないですか。まあ、立憲民主党さんにお聞きいただければと思いますけど、代表の考えを聞いてるんですけど、まあ、共産党さんも出されてますからね、共産党も出されてますから、まず立憲民主党さんと共産党さんで東京ではかなり緊密にやっておられるんで、どうされるのか。だからそういう各党が集まって市民も含めて決めればいいんじゃないですか。勝てそうか、そういうことを やろうとする意欲はないんですか。まあ、市民というのは誰を指すのか、まあ、有権者、そこの選挙区の有権者を含めてですね。でも投票権がある人とない人をどう分けるかよく分かりませんね。はい、分かりました。すいません、お時間となりますので、これで終了とさせて。